続いて四角の7番ですね。次の空欄に当てはまる言葉を後から選び記号で答えなさいということで、こちらについては、和語のところになったでしょうか。大和言葉でしたか。213ページ、和語外来語の和語のところですね。ここのところは皆さん、しっかりとその意味を捉えてください。そして、例えば作文などでもね、自分で使えるような形でマスターしていただくということが必要になるかと思いますね。ここでは空欄を埋めるということで、それぞれ見ていきましょうか。1番、弟の考えも、あながち間違いではない。必ずしも間違いではないということですね。合っているところもあるよということになりますね。2番については、木ですね。あたかも吹雪のように桜の花が散る。まるでという意味ですね。まるで吹雪のように。あたかも吹雪のように。故郷の母を忍ぶ。思い出すという意味で忍ぶという言葉使われます。4番。彼の挙動をいぶかる。疑うということですね。彼の挙動が怪しいと思うということです。挙動、動き、動作ですよね。5番。昨夜、忌まわしい事件が起きた。恐ろしい、良くないという意味ですね。6番。おびただしい数のイナゴの群れだ。イナゴがとてもたくさんいるということで、おびただしい数ということになります。7番、あまりに褒められると、おもはゆい思いがする。おもはゆい、なんだか恥ずかしい、なんだか照れくさい。皆さんもそういう経験あるでしょうか。あまりに褒められすぎると、なんだか恥ずかしいなと思う。このような経験あるのではないでしょうか。8番、さりげない心遣いが奥ゆかしい人。とても品が良いということですね。心が惹かれる感じがする。魅力的だということになりますね。9番、目覚ましい進歩を遂げる。素晴らしい進歩。進歩が、とても早いということになりますよね。目覚ましい進歩です。10番、子供の夢を育む。育てるということになりますね。夢を育てる、育むです。夜空に星が瞬く、ちらちらと光る。夜空、皆さん、頭の中で空想してみてください。星がキラキラと光っている。そのような夜空、思い浮かべることができるのではないでしょうか。星が瞬いているということですね。